アプリのレイアウトが画面のサイズによって変わるコンテンツは、水野ごとしは、レスポンシブウェブデザインの原則を説明した格言。レスポンシブウェブデザインは、閲覧者の画面サイズ、または、ウェブブラウザに応じて、デスクトップウェブページが閲覧できることを目指した、ウェブデザインの手法。加えて、一つのウェブサイトで多様なデバイスを同様に、サポートすることもレスポンシブウェブデザインのタスクに、 含まれている点を理解しておくことが重要である。また、最近の取り組みでは、閲覧のコンテキストの一部としての閲覧者の近さが、RWD の延長部分とみなされている。ニールセンのルマングループは、コンテンツ、デザイン、そしてパフォーマンスは、すべてのデバイスで、ユーザビリティと満足を確保するために必要であると、述べた。RWD でデザインしたサイトは、 比率ベースのフルードグリッド、フレキシブルイメージ、メディアルールの拡張である CSS3 メディアクエリを以下のように使用することでレイアウトを表示環境に適応させる。今やモバイルトラフィックがインターネットトラフィック全体の半分以上を占めているためレスポンシブウェブデザインはますます重要になっている。そのため Google は2015年にモバイルゲドンを発表し、 モバイル機器から検索した場合、モバイル機器に優しいサイトの評価を引き上げ始めた。これは、モバイル機器に優しくないサイトが、最終的に不利になる効果がある。レスポンシブウェブデザインは、ユーザーインターフェースプラスティシティの一例である。モバイルファースト、控えめな JavaScript と、プログレッシブエンハンスメントは、RWD に先立つ関連概念である。 基本的な携帯電話のブラウザは JavaScript やメディアクエルを理解しない。そのため推奨される方法は複雑で画像を多用したサイトを携帯電話で動作させるためにグレースフルデグラデーションに依存するのではなく基本のウェブサイトを制作してからスマートフォンやパソコン用に拡張することである。ウェブサイトで JavaScript 非対応の基本的なモバイル機器の サポートが必須の場合、ブラウザ判定とモバイル機器判定の2つの方法により、HTML や CSS の特定の機能がサポートされているかが推定される。ただし、こうした方法の信頼性は、デバイス能力データベースを併用しない、限り完全ではない。より高機能な携帯電話やパソコンに対しては、まだアナザー、ジェイクイリー、 jQuery Mobile といった JavaScript フレームワークを使用してブラウザが HTML や CSS の機能をサポートしているかを直接調べる方法が一般的である。ポリフィルを使用して追加機能をサポートすることもできる。例えば RWD に必要なメディアクエリのサポート、インターネットエクスプローラーでの HTML をサポートの改善といったことが可能である。 フィーチャーディテクションの信頼性も完全ではない可能性がある。判定項目によっては、ある機能が実装されていないか、もしくは実質的に利用不可能なほど実装が不十分であるのに利用可能であると報告される可能性がある。ルーク・ウロブルスキーは RWD とモバイル設計課題の一部を要約し、マルチデバイスのレイアウトパターンのカタログを作成した。 ウロブルスキーによると、単純な RWD によるアプローチと比べて、デバイスエクスペリエンスやレスによるアプローチは、モバイル機器にさらに最適化された体験をユーザーに提供できるという。サスやインスンティベイテッドの MML といったサーバサイドのダイナミック CSS 実装は、使い勝手向上のためデバイスの能力データベースと連動してデバイスのサ際を処理する。 サーバーベースの API にアクセスすることで、こうしたアプローチの不可欠な要素となり得る。ですは、開発がさらに効果で、単なる、クライアントサイドのロジック以上の費用が必要となり、そのためより、予算の大きい組織に使用が限られる傾向にある。Google は、スマートフォンのウェブサイトに対して、他のアプローチよりレスポンシブウェブデザインを推奨している。 多くのサイト運営者がレスポンシブデザインを実装し始めたが RWD にとって現在の課題は一部のバナー広告やビデオがフルードではないことである。ただし検索連動型広告やディスプレイ広告は特定のデバイスプラットフォームターゲットとデスクトップ、スマートフォン、基本的なモバイル機器用の様々な広告サイズのフォーマットをサポートしている。 異なるプラットフォームには異なるランディングページ URL が使用できるが、あるいは AJAX を使用して一つのページ上で様々なプラットフォーム用の広告を表示できる。CSS テーブルにより固定とフルードのハイブリッドレイアウトが実現可能となる。現在、RWD デザインをバリデーションし、テストする方法は多くあり、モバイルサイトバリデータとモバイルエミュレータから、 アドビエッジインスペクトのような同期型テストツールまで存在する。Chrome、Firefox、そして Safari の各ブラウザと Chrome コンソールはレスポンシブデザインのビューポートリサイズツールを提供している。ブラウザのビューポート幅に適応するレイアウトを特色とした最初のサイトは2001年後半にローンチしたアウディ .com でレーザーフィッシュ社の夜シュパングル、ジムカルバッハ、 ケン・オリング、ヤン・ホフマンからなるチームが作成した。ブラウザの能力が限られていたので、インターネットエクスプローラーではレイアウトがブラウザ内で動的に適用できたが、ネツケイップではリサイズ時にページをサーバから再読み込みしなければならなかった。キャメロン・アダムスは2004年にデモを作成した。2008年までにフレキシブル、リキッド、フルード、 エラスティックといった多くの関連用語がレイアウトを説明するのに使用されていた。CSS3 メディアクエリは2008年後半と2009年前半のプライムタイムにほぼ間に合った。E3 マルコッテはエイリストアパートの2010年5月の記事でレスポンシブウェブデザインという用語を新造した。マルコッテは2011年にレスポンシブウェブデザインの理論と実践を レスポンシブウェブデザインという題の短い本で説明した。レスポンシブデザインは .net 誌のトップデザイントレンズ4 2012で第1位のプログレッシブエンハンスメントに続き第2位にランクインした。マシャブルは2013年をレスポンシブウェブデザインの都市と呼んだ。他の多くのメディアはモバイルアプリケーションの費用効果が高い代替案として レスポンシブデザインを推奨している。ありがとうございます。